ンテージ空東京の YouTube をご覧になっている皆様こんにちは。カンペを見ながらスタートさせていただきます。ヴィンテージ空東京でディレクティングをやっているヘジュです。よろしくお願いします。オンラインショップの、あの運営の方を担当しております。カメです。カメです。はい、もう YouTube これ3本目の動画になるんですけど、独特の3本これ違うんだっけ。あそうそう、これ韓国ね。これ韓国、うん、日本これちょうどその2番目の動画で、ルックブックを公開してたんですが、それが2000年代以降のシャネルのアイテムで、今スペシャルなあのセレクションで限定販売を準備しているので、それについて今日話したいと思います。そもそも私たち2人がなぜここに出ているのかっていうのをまず話したいと思うんですけど、カメさんが空に入って何年目でしたっけ。私は今年の3月で7年目に入りました。私が、今5年目なので、ちょっとこう空の半分だ。そう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 。空の中でも割と歴が長い2人が出て、あと最初この話し合いがあったのはこの2人、普段出ないメンバーなんですけど、勇気を出してね、顔出しをすることになりました。まだね、気まぐら先生はね、何度かライブも出てたんであれなんですけど、はい、私は本当に初めましてで大丈夫です。頑張ります。そもそもあの私たちヴィンテージ空東京でヴィンテージを主に販売してるんですけど、ヴィンテージっていうものがなんだっていうのがすごいよくわからないっていうか曖昧な部分だと思うんですね。ヴィンテージっていうのは、長い年月が経って、その、歴史的な価値があるもの、時代的な価値があるものをヴィンテージって言うんですけど、特に私たちは今まで2000年以前のものをヴィンテージと定めて展開をしてました。それを今回ちょっと覆すようなこと、限定販売になるので、なぜそういう風になったのかっていうのを話したいと思います。2022年の4月ですよね。はい。ヴィンテージ空東京が10周年を迎える。年になります。10周年だって。すごいよね。2桁だ、年間の。一番最初にお店をスタートした時期、2012年ですよね。2012年の時からそのヴィンテージシャネルを売ってるお店っていうイメージが結構強かったので、私たち10周年迎えたし、どうしようってなった時に、その結局そのヴィンテージシャネルいっぱいのお店みたいな、なんかアメブロのそういうタイトルだったよね。なので懐かしいね。やっぱヴィンテージシャネルにとともに私たち成長してきたっていう、10年間だったので、今回そのシャネルにフォーカスを置いてコレクションして販売することになりました。99年から2000年に変わる、世紀が変わる時期だったんじゃないですか。で、私たちもその時はもう生きていたので、生きていたので、なんかすごい、私も小学生ぐらいだったけど、カメさんもそうだよね、きっと小学生ぐらいで、で、そのなんか世紀末ってすごいなんかこう騒がしいムードっていうか、なんかすごいこう2000年っていうの桁が変わる時期に、いろんな人がすごい期待を込めて、なんかそういう、こう期待と不安が混ざってる、そういう時期でちょっと近未来的なそういうファッションが流行ったりとかね、してた時期なんですけど、桁が変わるわけじゃないですか、新時代になって自分たちの、2桁ですね。やっぱいろんな変化、時代的にもいろんな変化があった時期だったので、それと伴って私たちも何か変化を与えられる、なんか新たなことを、10周年の企画としてやりたいなと思ったので、今回の企画を、行う編集すれば何でもできる、大丈夫、できる、そう、切ればいいさ。で、私たちも新しいことをやっぱりやりたいなっていう気持ちはずっとあったっていうのと、そもそもこの話が出たのが 2月3月ぐらいからずっと、そうです、なんかそのいつのタイミングにしようっていうのをずっと迷っていたんですけど、で、来年10周年っていうことで、
までやってないこと何があるんだろうっていうふうに思ったので、なんか幅をちょっと広げたらどうかなっていう話になって、でもなんかその、まあ、そのポリシー自体が2000年以前のもの、80年代、90年代、そういうポリシーがあるので、期間限定で今回、11日から19日まで販売することになっています。時間がねなかったよね、うん、私がもなんか、うん、でもスタイリングもやって、うんうん、一応その大枠のコンセプトどうするのかも決めて、うんうん、でなんかモデルフィックスして、うん、モデルちゃんにあのメイクとかはちょっとやってもらったんですけど、撮ろうとしてた日に撮れなかったりとか、うん、少人数でやってる私たちなので、そんな感じで結構パツパツな日程だったんですけど、動画に収めることもできたし、写真も撮れることができたので良かったです。皆さんでした。私たちは良かったなと思ってるんですけど、皆さんはどうどうでしょうか、ね、撮影する現場を動画撮ってもらったんですけど、もうなんか私スパイダーマンですかみたいな本当にあのモデルの3人の方がめちゃくちゃ協力的で、すごいいい味を出してる。確かに美人というか、うん、3人ともちょっとこうコンセプトに合う顔立ちというか、良かったなって思いました。2000年以降製造のシャネルだけを厳選して集めた企画ですよね、今回の、はい、そうですね。で、販売スタートする日が11日の夜の18時からスタートになります。で、先行公開として12月6日から実はオンラインショップにすでに商品ページ公開されてるんですけども、なんていうんですかね、先にこうどういう顔ぶれがいるのか、私たちがこう気合と熱と、ね、熱と涙とみたいな、そんな人が関わってくれてて、バイヤーさんから始まり、エルさんがセレクトして商品登録をしてくれた人もいて、モデルの人もいっぱいこう準備してくれて、なんかこう皆さんに10周年を迎えられたのが本当にお客様のあってのことだと思うので、うん、それのなんていうんですかね、ありがとうキャンペーンじゃないですけど、ありがとう違いますけど、2桁っていう大台に乗ることができるお礼としていい企画をプレゼント違いますね、なんかできたらなという思いで始めた企画なので、はい、ぜひあの販売当日の日11日までに予習を兼ねてあの商品ページを見ておいていただきたいです。あのなんだろう、値段の記載ないんですけど、で中にどこだっけ、ディテールスのところに値段の記載とかもあるので、実は入ってるんですよね、わ、はい、かりづらくて申し訳ないんですよ、ここにあるので、ぜひ値段も含めて、はい、状態も含めて、見ていただけたら嬉しいです。めっちゃ可愛いので自信作です。可愛いです、めっちゃ可愛いです、強調争奪戦になるといいけどね、インテージの出会いですからね、はい、うん、可愛いですね、はい、ぜひ楽しみにしていてください、はい、チャンネル登録もお願いします、よろしくお願いします、コメントもお願いします。